今日午後、県庁本庁舎に掲げられたのは、パリオリンピックで見事金メダルを獲得したレスリングの櫻井つぐみ選手と清岡幸太郎選手の偉業を称える横断幕です。横断幕は縦 1.2 メートル、横8メートルで、櫻井選手と清岡選手それぞれ1枚ずつ用意され、9月13日まで掲揚されます。また清岡選手の出身地である高知市は今日、学術、芸術、スポーツなどの分野で輝かしい業績があると認められる個人などを表彰する高知市民栄誉賞を新設し、清岡選手に授与すると発表しました。同じく櫻井選手の出身地である江南市も江南市民栄誉賞を新設し、櫻井選手に授与することを決めています。両選手は来週高知に凱旋予定で、22日午前に浜田知事を表敬訪問する予定です。